家好、陳生です。今日もよろしくお願いいたします。今日は連休になりますね。みんな充実した楽しい連休を過ごすように、してください。そして、暇な時、ちょっと体動きたい時、ぜひカンフーフィットネス見て動いてください。今日は TC 단腿、そして各種重拳と合わせて練習して、体幹、そして足の太ももあたりのこの筋肉とか、あと腕、上半身、まあつまり全身の協調性と全身の筋肉とか練習をできます。すごい簡単な動きですけれども、ぜひ試してみてください。しかも連休だし、動いた方がいいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは皆さん行きましょう。まず단腿ね、단腿は膝上げてパッ、これ重拳단腿ね、重拳もありましたね。そして次 TC、 TC の時はね、自分の膝上げて、つま先は床に、ね、向いてます。ついて足出すときは斜めにならないようにまっすぐ、はい、していただきます。はい、じゃあまずこの組み合わせ一緒にゆっくりやっていきたいと思います。まず立ち姿勢きれいにしてください。はい、抱拳、腰の横に構えて、そして次、ね、右の拳と、はい、左の足、単腿になります。そして次、ね、TC、足曲がって次、各種になります。はい、戻ります。反対の足いきますよ。つまり단腿、重拳、TC、各種、この、ね、2つの動き合わせていきたいと思います。はい、じゃあスピード上げてやってみますね。はい、1パッ、2ダッ、はい、構え、反対の足、1、2、はい、構え。じゃあ連続3回やっていきますね。1、2、1、2、2回終わりました。2回目、1、2、1、2、3回いきます。1、2、1、2、はい、3回終わりました、できればちょっと단腿終わって瞬間的にリーディング5秒でもいいから、1回筋肉ピッて、あのギューってして引き締めるようにしてね、次 TC 五条引いていただきたい。でも早くするパターンも結構、あのいろいろな体のすぐコントロール練習を寄れないようなコントロール練習できますので、体幹の練習、それも3回ちょっとスピード速く、連続つないでのスピードを速くしてやっていきたいと思いますので、まだ感覚ちょっと違いますので、やってみましょう。まあ、日本語ちょっと詰まりますね。はい、じゃあ行きますよ。はい、構え。じゃあ行きますよ。ドンタ、ここ止まる。はい、反対、タタ、はい、戻して2回目、ドンタ、はい、タタ、はい、3回、1、2、5、はい、1、2、はい、 OK、 3回終わりました。はい、結構バランス取りにくい時ありますので、
皆さん逆にそれでちょっと意識して筋肉などのコントロールをしていけばすごい体の鍛えてきますので、負けないように頑張っていきましょう。はい、それでは今日の練習をここまで終わります。ありがとうございました。また明日、バイバイ。